サード・アリワルサメは、ソマリ人で、アメリカ合衆国籍を持つシンガーソングライター、政治家。伝統的なソマリ音楽で著名な音楽家であり、政治的、社会的正義を追求した。2012年に、ソマリア国開発の女性議員の一人となったが、2014年に、モガディシュで過激派に殺害された。1950年、イギリス領ソマリランドのブーフォードレで生まれた。 出身は、ダロート氏族のダルバハンテ氏族の遊牧民。1973年からワルサメは、ソマリアの首都モンガディシュで、ミュージカル劇団ワベリの歌手として活躍した。きっかけは、ワルサメの実家に来たワベリのメンバーが、ワルサメの美声に気づいたためだった。ワルサメの最初のヒット曲は、名曲ラバイスディーナシアラドアーガクーフィルゼからの、抜粋だった。 1980年代初頭から、ワルサメは政治的な課題の歌を始めた。ワルサメはソマリ人著名アーティストによる連作詩、ディエリーにも参加している。当時は大統領のモハメドシアド・バーレが独裁色を強めた頃であり、ワルサメは政権批判の疑いで逮捕されて死刑を宣告されたが、実際には6ヶ月の服役となった。 服役当時、妊娠7ヶ月だった。1980年代のワルサメの歌、ランド・クルーザーは、政府高官が高級車に乗るなど、軍事政権の泥棒政治ぶりを批判したものである。ワルサメはこの曲でも逮捕されている。2011年、トロントで、功労賞を与えられ、ソマリ人芸術家仲間から祝福される、ワルサメ1990年代初めに、 ソマリア内戦が始まると、アメリカ合衆国ミネソタ州のミネアポリスに移住。あと、セントクラウドに移った。ワルサメの作品は、国民のアイデンティティと内戦終結後の復興プロセスへの参加を呼びかけるものとなった。ワルサメのラスアノド、あなたは常にソマリアの一部、私たちの国は一つは、2007年にソマリランド軍が、 ソマリア北西部の町ラスアノドを占領したことを受け、ラスアノドの町が民族主義、反植民地主義の象徴であるダービッシュ国の発祥の地として歴史的役割を果たしていることを称えた歌である。2009年のワルサメの助言させてくださいは政治的な対立をユーモラスに風刺している。また、ソマリア独裁政権時代の元副大統領モハメドアリサマターがアメリカで 民事訴訟を起こされた際には、サマターが独裁政権にいたというだけで不当に低く扱われていると訴えた。2012年、新しくできたソマリア連邦政府に参加するため、ソマリアの首都モガディュに移住。そして審議会で、プントランド地域の代表として議員となった。ワルソメは2013年のインタビューで、スール地域に対するソマリーランド政府の政策に懸念を、 表明している。ソマリアへの送金事業を営むダハブシルについては、犯罪の温床になるなどとして批判的だった。2014年7月23日、モガディッシュで、ホテルに向かうアルサメは運転手とともに何者かに、射殺された。ソマリアのイスラーム過激組織、アルシャバブが、犯行声明を出し、ソマリア連邦議員暗殺計画の一環であるとした。 大統領のハッサン・シェイク・モハムドラは暗殺を非難した。アメリカ合衆国国務省も暗殺を非難し、ワルサメの家族に哀悼の意を示した。アメリカのソマリ人、コミュニティリーダーたちは国務省にワルサメの死因の完全な調査を要求した。2014年7月24日、連邦政府は大統領官邸において国葬を行った。ソマリア大統領、首相、 国会議長、モガディシュ市長らが参加した。その後、モガディシュのワダジル地区にあるメディナ病院の墓地に安置された。2015年4月、アルシャバブのメンバー2人がワルサメ殺害の罪で死刑となった。2011年受賞記念で開催されたソマリコミュニティのイベントで演奏するワルサメワルサメは伝統的なソマリ音楽の歌手である。ワルサメの音楽は 政治的、社会的正義、ナショナリズム、恋愛などを主題としている。複雑な話を分かりやすく伝えるため、風刺や比喩、孤児などが多く使われている。ステージに上がるときには、当時のソマリア女性としては珍しく、頭を覆わず、時にはズボンを履いていた。ありがとうございます。